ただいまの競技について説明します。行司軍配は朝弁慶の寄り倒しを有利と見てあげましたが、朝弁慶の肘のつくのと出羽早手の体の落ちるのが同時ではないかと物言いがつきましたが、出羽早手の体が先に落ちており、行司軍配通り朝弁慶の勝ちとします。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して朝弁慶の勝ち。